皆さんこんにちは、看護師のしきです。今回はリクエストの多かった循環器病棟でよく使う略語10個をご紹介したいと思います。循環器ということで心臓に関連した略語が多くなります。それでは始めますね。心電図は英語で Electrocardiogram というので、そこから ECG と略されたんですね。言葉では心電図と呼ぶことの方が多いですね。例えば心電図モニター取ってきてとは言われますが、 ECG モニターっていうのはあんまり私の周りはないです。逆にカルテやドクターの指示には心電図と表記されず ECG と書かれることが多いですね。 ECG って見たら心電図とすぐに分かるようにしておくと便利ですよ。血圧を意味する Blood Pressure の頭文字ですね。病棟では血圧ということが多いですが、記録だったりメモをするときは BP と書きますね。英語のハイパーテンションから来ています。単に高血圧を指すこともあります。例えば既往歴に HT と書いてあったら高血圧症なんだなとすぐに分かります。ハートレートという英語の頭文字ですね。病棟で話すときはレートと略されることが多いです。カルテに書くときは HR と表記しますね。これはホットと読みます。ホームオキシジンセラピーといい、ホームが家、オキシジンが酸素、セラピーが治療という意味で、ホットは心臓や肺の疾患を持つ患者さんが家庭で酸素吸入を行う方法となります。今回の動画は英語の勉強にもなりますね。最近思うのですけど、入院される方は海外の方も増えているので、だからどこかで病院で使える英会話のような動画もいつか作りたいなとは考えていますよ。ホットで5個紹介が終わったので、後半はがっつりとした英語が続きますよ。マイオカーディアルインフラクションの頭文字を取ったものです。病棟では心筋梗塞だと長いので MI という人が多い印象ですね。アキュートが急性のという意味を持ち、 MI は今1個前にやった心筋梗塞ですね。こちらも急性心筋梗塞だと長いので、病棟では AMI と呼ぶ人が多い印象です。Angina pectoris の頭文字です。虚血性心疾患の一つですね。AP という人とそのまま狭心症という人がいる印象で、私は略さず狭心症という派ですね。Deep Vein Thrombosis という英語の頭文字になります。 Deep は深いという意味、これは聞いたことがあると思います。 Vein は静脈、 Thrombosis は血栓症ですね。これも深部静脈血栓だと長いので DVT と略されることが多いです。こう続いていくとパターンが決まってるような気がしますよね。日本語がこう長いと英語で略されるというイメージが私にはありますね。これは何と読むと思いますか？ A が3つ。実はこれ AAA と読みます。紅白歌合戦にも出場したアーティストさんと同じ読み方なのですが、ナースだとおそらく AAA と聞いたら腹部大動脈瘤を浮かべる人の方が多いかもしれません。 Abdominal Aortic Aneurysm という英語の略で、 Abdominal が腹部、 Aortic が大動脈、
アネオリズムか動脈瘤という意味ですね。単語が最後の方は難しくなってしまいましたね。以上で10個達成です。今回は英語が多いので、こうなかなかこってりとした動画になったような気がします。もしわからない略語に出会ったら先輩に聞いたり、病棟におそらく略語辞典というものがあるので、それで調べてみてください。動画の途中でもお話しましたが、今後病院で使える英会話のような動画も作りたいと考えているんですよ。またその他動画のリクエストがありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。一昨日にすごい雨と風で、もう傘が差していられなくて雨に打たれたら、案の定風邪をひいてしまって鼻声になってしまいました。皆さん風邪には十分に気をつけてくださいね。それでは今日の動画は以上になります。この動画が良かったよっていう方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。